山田猫さん井さんこんばんははじめまして私は友達が一人もいません今までは一人が大好きでそれでよかったのですが本音は最近寂しいです緊急事態明けて昔行っていたバーで仲良くなりたくてバーの方にグラスが、えー、開くたびにみんなで乾杯してしまい楽しいですが食費がかさんでいます大人になってどうやって友達はできますかあこれはよくぞ聞いてくれたなという。 私は田村淳の大人の小学校っていうオンラインサロンを今開校しています。で、ここは小学校ベースではあるんですけど、大人が気軽に集まってオンライン上で友達を作るみたいな場所にしたかったんですが、もう実際今1000人の方に入ってもらって、全員が全員ではないかもしれないですけど、 松井さんありがとうございます。この小学校を作ってくれて、新しい友達ができました。年齢とか、職業とか、住んでる場所とか関係なく、オンライン上でつながった1000人が、僕の大人の小学校ってオンラインサロンで交流してますが、オフラインでこの前、イベントやったんですよ。大人の小学校の文化祭っていうのを。コロナのね、状況があったんで、フルで人を入れられなかったんですけど、で、まあ、人数制限を設けながら、 オンラインでもオフラインでも大人の小学校の文化祭をこう一日みんなで楽しんだんですがいいもんですよね大人になって友達ができてその友達たちと一緒にこう何かを作り上げてでそれが儚くもその大祭りが終わっていくっていうことを共有できるっていうのがすごく良かったの山田猫さんもぜひまあお金かかっちゃいますけどねオンラインサロンなんででも月々3800円の価値は あるんじゃなないいかなと私は思います、まあ、当然その大人の交流だけじゃなくて僕が月に2回はゲストの先生連れてきてこの人のこの話をみんなに聞いてほしいとかだから顔の筋肉に特化した顔眼筋って言われてる顔の筋肉の研究者の人を呼んできて顔の筋肉ってこうやって使うといいですよみたいな話をしたりとか。 清水寺の住職の方をお呼びしてえ、清水寺とはこんな歴史があって、仏教とはこういうものなんですよ、みたいなお話があったりとか、小室哲也さんが来て、えセカンドチャンスのあり方とかえ、音楽とは何ぞやとか、そんな話をしてくれますね。今度は、本田圭介さんがもう決まってますね。12月かな。あの、ゲスト先生で来てくれます。月に2回なんでね。今度は上田祐樹さんという写真家の方。 エベレストに登って写真とか、その冒険家プラス写真家、写真家プラス冒険家かな。まあ、どっちが正しいかわからないんですが、写真家の、えー、上田さんの話を、どんなところで、どんな場所で、どういう景色を見て感動したかとか、そんな話が聞けるんで、まあ、ちょっと宣伝になりましたけど、大人の小学校というこのオンラインサロンのコミュニティはすごく楽しいんじゃないかなと思います。 あとでまたツイッターでも動画貼りますけど東海テレビさんが僕のオンラインサロンのことまあ俺のオンラインサロンのことっていうかファンツというプラットフォームの取材をしている中でたまたま僕がその時にオンラインサロンのメンバーと自分たちの田んぼの稲刈りをしてたんでその動画がテレビで取材を受けてそれが流れてる部分があるんでまあそういうのを見たらまた伝わるかな大人の小学校の良さが。 で7期生を12月の末中旬ぐらいかなに募集しますんで興味のある方は是非。